インサイド落ちました。センターに抜ける。田中、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。初球空振りです。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。2塁はセーフ。これで3安打猛打賞。ツーアウト2塁1塁。いきなり牽制、タッチもセーフ。まず際どいコースをついてきました。キーを狙うにはもってこいのボールでしたけどね。はい、バッター何を狙っているんでしょうか。手が出ません。三振。三振で攻撃を終えました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。7回終わって3対0、ジャイアンツがリードしています。ゲームは8回に入ります。 DeNA ベイスターズ、打順よく1番から始まります。バッターは神里。今日はまだ当たりがありません。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。ジャイアンツリードで迎える8回です。見送っています。ボール。打ちに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。これもファウル。次が6球目。インコース詰まりました。ここはフライになっています。坂本が抑えています。ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。初球ボール。これはどう、飛びついて掴んだ。一塁へ。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いい動きでした。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや、素晴らしいの一言ですね。バッターボックス外。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。次が2球目。インコース決まりました。ノーボールツーストライクです。ボールになります。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ジャイアンツがリードしています。
8回の裏に入りました。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。岡本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツリードで迎える8回の攻撃です。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ボール先行です。アウトコース打ちました。取りました。アウト、ワンアウトです。5番バッター亀井、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、ファーストゴロ、取りました。一塁そのまま入ってアウト。6番バッターゲレーロ、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが4球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、インコース変化球決まりません。3球目は何で来るか。速いボール、膝元決まってストライク。ワンボールツーストライクです。ボールになります。インサイド落ちました。これはどうだ、セカンドの右抜ける、これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスは7番大城、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。打ちました、痛烈、大城今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー二塁一塁。まずはボールから入りました。ここは見送ります。右に切れてファウル、しっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、ジャイアンツ追加点4対0、なおも三塁二塁のチャンス。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。いい形でチャンスが広がりましたね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。さあバッターボックスには先発の今村が入っています。ここまでいいピッチングしてるんでベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。
さあ追加点のランナーを置いた場面です。ナイスボール、はい、低めにストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。際どい球、わずかに外れています。151キロ。チャンスの場面で見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。8回終わって4対0、ジャイアンツのリード広がっています。さあマウンド上の今村、完封を予感させる投球でここまで来ています。小宮山さん、もうここはファンも完封を期待していると見ていいですかね。そうですね、もうとにかく点差もありますし、余裕を持ってしっかりと投げてもらいたいですね。最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。アウトコース見送ってストライク。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいですよね。そうですね、ただまだ続投ですからここは踏ん張ってほしい。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の沢村。バッターボックスには代打の音坂。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね、さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。抜けたような感じになりました。大きく外れます。これは低めストライク。これが3球目、しっかり捉えた。これは大きいぞ、取りました。ボールは中継、ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には石川が入っています。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですね。これが2球目、変化球打った、セカンドの左、取った、アウト。これで3アウト、最終回無失点で試合終了です。試合を制したのは読売ジャイアンツです。小宮山さん、最後は余裕の展開での勝利となりました。いかがですか。そうですね、もう本当にベンチも安心して見てられたというような内容じゃないですかね。そうですね、まさに強さを見せつける格好になりました。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
このあたりで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のないようもう一度お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけてお帰りくださいませ。